皆さん、こんにちは。香川照之さんは現在、テレビから干されていて、歌舞伎役者として活動しています。本人は、テレビ復帰は諦めたと話しているそうですが、世間の声は、香川照之さんは、はめられたや復帰を望む声は多いです。今回はそんな香川照之さんの干された理由から、市川猿之助さんとの関係についてご紹介していきます。香川照之さんのセクハラについて、昨年週刊新潮が報じました。週刊新潮によると、セクハラ被害に遭ったという女性は銀座のホステス。香川照之さんのセクハラによって PTSD を患っていると報道されています。セクハラが報じられたのが2022年に発売された週刊新潮9月1日号。週刊新潮は2週にわたって香川照之さんのセクハラについて報じています。1週目はセクハラされたという記事だけで、証拠写真はなし、証拠がなかったので世間もそこまで香川照之さんを叩く雰囲気ではなく、 CM やレギュラー番組の降板という話にはなりませんでした。週刊新潮は2週目の記事で証拠写真を掲載、証拠写真が出たことで世間も香川照之さんを叩く流れに。レギュラー出演していた情報番組ザタイムにはクレーム殺到し、結局降板しています。そして現在に至るまで香川照之さんはテレビでは完全に干されている状態。香川照之さんが写真が撮られた店はクラブ7重ではという噂があるようですが、クラブ7重のママが否定しています。ママは香川照之さんのセクハラは疑わしいと話していますが、誰がはめたかなどは語られていません。香川が東京銀座の高級クラブのホステスに性加害を働いたのは2019年7月5日。実に3年以上前の話になりますね。今年8月25日にこの騒動が取り上げられ、香川さんの事務所は直ちに下記のようなコメントをしました。本人の至らなさで当該女性に不快の念を与えてしまったことは事実。お相手の方には本人から深い反省と謝罪の気持ちをお伝えし、ご理解とお許しをいただいております。さらにはこのコメントをするに際しても被害に遭った方と事前にやり取りをしていた様子、それは以下のコメントでわかります。お相手の方のご了承を得て発信させていただいている。まずは示談が成立していると考えられることから、3年以上が経った今被害に遭われた方が告発するというのは考えにくいですね。とある芸能プロダクションの顧問弁護士によると、香川さんのような超有名タレントの方が示談などを成立させる場合、秘密義務条約というものを設けるのが一般的とのこと。そう考えると事件の当事者から告白というのはなおさら可能性が低そうです。こうなってくると世間はなぜ今になってと疑問に思うのも無理はありません。世間では様々な憶測がされています。一つは旧統一教会がすごく注目されているここ数ヶ月、そこから話題をそらすためなどとの憶測があります。二つ目は3年前の事件で被害に遭われた方が訴えている相手は香川照之さんではなく自身が働いていた店舗です。それを踏まえると今回の香川さんをターゲットとした報道が香川照之への支援かなどとも言われているようです。最後のこちらに関しても噂程度なのですが、日本政府がトヨタのイメージ低下を狙ったという政府陰謀説を唱える声もあるようです。現在トヨタと日本政府は対立関係にあるとのこと。その理由は電気自動車の普及を推進したい日本政府に対し、トヨタは未来という水素自動車をアピールしているからだそうです。香川さんがトヨタの CM 出演ができなくなったところでトヨタの業績に影響するかは分かりませんが、日本政府が世界の企業トヨタを陥れる一手だったというのは恐ろしい話ですね。香川照之さんは人気俳優でしたし、大御所といっても良いクラスの俳優。これまで何度も芸能人が干されるところを見てきましたし、逆に不祥事を起こしても干されない芸能人も何人も見てきました。どちらかというと香川照之さんは干されない側の俳優だと思っていたのですが、香川照之さんがあっさりと干されていることを考えると、はめた側の人間は相当大物なのかも。デイリー新潮にはセクハラ現場写真を掲載。そのタイトルが閲覧注意、
笑顔でママの髪の毛を嗅ぐ香川照之という大げさなタイトルですが、実際写真を見るとふざけてポーズを取っているように見えます。セクハラされたという銀座のママにはモザイクがかかっているので表情はわかりません。周りの女性たちにもモザイクがかかっているのですが、雰囲気的に周りの女性が香川照之さんを見て引いてる感じはありません。どちらかというと手を叩いて笑っているような感じ。記事が出た当時、田野慎吾さんも周りは笑ってると指摘しています。香川照之さんはテレビ界から完全に干されていますが、現在は歌舞伎役者の市川中車として舞台には毎日立っていて、6月には主役も演じるそうです。また香川照之さんはテレビ復帰は諦めたと話しているという。週刊誌によく出てくる関係者や知人というのは基本的にうさんくさい。女性自身の香川さんの知人によるとテレビ復帰は諦めたということですが、半沢直樹があれだけヒットしたのも香川照之さんが演じた大和田常務の力は大きいですし、代わりがいないキャラ、またテレビに復帰してほしいという声は多いです。そんな香川照之さんですが、歌舞伎役者の市川猿之助さんとはいとこ同士であり盟友でもあります。市川猿之助さんが5月18日に病院に搬送された際、事件の一報を聞いて号泣されたそうです。香川照之さんが性加害問題から歌舞伎界に復帰できたのも市川猿之助さんの尽力があってこそ。市川猿之助さんが歌舞伎界を離れることになれば、他に後ろ盾のない香川照之さんが今後も歌舞伎役者として活動するのは絶望的でしょうと歌舞伎関係者が語っていました。そんなもなか、市川猿之助さんの代役に香川照之さんの息子の市川團子さん、若手俳優の中村隼人さんが抜擢。市川猿之助奮闘歌舞伎公演が行われる予定でしたが、猿之助さんが緊急搬送された18日と翌日の19日の昼の部は休演。しかし20日から市川團子さんが猿之助さんの代役として「不死鳥よ波涛」を超えて「平家物語異聞」の舞台に立っています。準備期間は1日でしたが、舞台が終わるとスタンディングオベーション。市川團子さんは市川猿之助奮闘歌舞伎公演に「ムカデ能百」として出演していました。猿之助さんが緊急搬送された後、会議が開かれ市川團子さんが猿之助さんの代役に抜擢されたそうです。市川團子さんは市川猿之助さんの代役を務め、香川照之さんの息子ということで、今後はテレビのドラマなどの出演も増えそうですね。いかがでしたか？今回は香川照之さんの干された理由から市川猿之助さんとの関係についてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。